U862 は第二次世界大戦時のドイツ海軍の潜水艦 9D2 型。ドイツ降伏後は日本軍に接収され、以後第502潜水艦となった。U862 は7隻42,374トンの船を沈めている。昭和20年秋、シンガポールのセレター軍港における妙高と、 横付け中の e 5 0 1 0 0と e 5 0 2 0 0 u 8 6 2はブレーメンのデシマーク AV ベーザーで1942年8月15日に寄港され1943年6月8日に浸水1943年10月7日に収益した艦長はハイン・リヒティムであった U862 は1944年5月にドイツを離れ 同年9月にペナンに到着した。ペナンはモンスーン戦隊と呼ばれる第33潜水隊軍の基地であった。ペナンへの航海中、U-862 はタンカーに対して G7ES 音響追跡魚雷を発射した。だが、魚雷が円を描いて U-862 の方へと戻ってきた。U-862 は急速先行して難を逃れた。 1944年8月20日には、イギリス空軍第265飛行隊のプビー、カタリナ飛行艇を撃墜した。その他、モザンビーク海峡で何隻かの商船を沈めている。U862 は1944年12月にバタビアから出撃。オーストラリアの西を南下し、タスマニアの南を通過して、シドニー沖へと向かい、 1944年12月25日にアメリカのリバティ船ロバート・ジェイ・ウォーカーを沈めた。ついでニュージーランド方面へ向かい、それからインド洋に戻った。1945年2月6日、フリーマントルの南西約 1520km でラバを乗せてビルマへ向かっていたアメリカのリバティ船ピーター・シルベスターを沈めた。ドイツが連合国に降伏したため、 1945年5月6日に帝国海軍が接収し、7月15日に艦籍に入って、以後第502潜水艦となる。クレチンジュフ石となり、第1、南図海艦隊付属となった。入籍が戦争末期であったために活躍することなく、終戦を迎え、11月30日に除籍された。1946年2月15日、 北緯03度05分統計100度38分、北緯3.083度統計100.633度、3.083100.633のマラッカ海峡で、海没処分となった後、イギリス軍フリゲートの爆雷により破壊された。沈没地点の水深は95メートルあるとされる。山中信明少佐、1945年7月15日から、ありがとうございます。